三笘薫、ブラジル戦からドリブル強化へ、練習後に山根美希と1対1。サッカー日本代表が8日、ガーナ戦へ向け千葉市内で練習を行いました。練習後には、日本屈指のドリブラー、三笘薫選手が、山根美希選手と1対1を何度も行う姿も見られました。三笘選手は、後半途中から出場したブラジル戦では、左サイドで、レアル・マドリード所属のエデル・ミリトン選手とマッチアップ。自分のドリブルがどれだけ通用するか知りたいとイメージして試合に臨むも、止められる場面もありました。試合後、2本くらい止められているので、そういう実力だと分かった。もっともっとスピードだったりフィジカルを上げるべきと三笘選手は語っていました。プロ野球オールスターファン投票の中間結果が発表。巨人から中田ら3選手が1位。7月26日27日に行われるマイナビオールスターゲーム2022のファン投票の中間結果が発表されました。2021年のオールスターでファン投票の得票数での出場が0人だった巨人ですが、今年のファン投票の中間発表では巨人の3選手が1位になっています。抑え投手部門ではプロ1年目でここまで20セーブを挙げている大勢投手、ファースト部門には現在1軍登録を抹消されている中田翔選手、ショート部門には現在2軍で調整中の坂本勇人選手が1位に立っています。昨シーズンはファン投票で選手をオールスターに送ることができなかった巨人、今シーズンはここまで2位と好調を維持している影響がここにもいい形で出ているようです。ラグビー日本代表リーチマイケル、世界2位のフランス戦出場へ、若いメンバーに負けない。ラグビー日本代表は8日、6月と7月に行われる国内テストマッチ4試合に向けた宮崎合宿を公開しました。練習後には2019年ラグビーワールドカップ日本大会の主将リーチマイケル選手がインタビューに応じました。ハードなトレーニングが連日続く中でも、宮崎の暑さに慣れていなくて大変ですけど、体のコンディションは悪くないです。前まではあちこち痛くて練習についていくのも必死でしたが、少し練習についていけるようになりましたと充実ぶりを口にしました。7月2日9日に行われる世界ランク2位の強豪フランス戦がすごく楽しみだという現代表最多の72キャップを誇るリーチ選手は、ワールドカップはまだまだ先なので、まずは目の前のフランス戦、年もいっているし若いメンバーも出てきているので、それに負けないように小さいことから頑張っていきたいと意気込みを語りました。